去年亡くなった八代亜紀さんや20世紀から続く名画スターウォーズ。展示されているのはどれも懐かしさを感じる俳優や映画、ドラマなどの鉛筆がおよそ20点です。これらは八代市出身で現在は熊本市中央区に住む大石誠也さんの作品。大石さんは中学時代から鉛筆画に取り組み、好きな映画のポスターを部屋に飾りたいとの思いから雑誌などを手本に描き始めました。大石さんによると作品に取り掛かる際には瞳から描き始め、目の印象をうまく描けると全体がスムーズに進むということです。この鉛筆画展は今月12日まで八代市のコーヒー店ミックで開催しています。